はーい、お疲れ様です。元光です。今回のお話なんですけど、また煽り運転がやべえぞーっていうことでね、映像が拡散されて大炎上しているようなお話になるんですけど、3連休の最後の日にですね、首都高で、もう車線を完全に封鎖するような形でトラックを止めて、煽り運転でね、相手にオラオラーって詰めてるようなことをしてですね、まあ の車にも大大迷惑がかかったとということでで炎上してるんですよねそして、このトラックね、物流関係なのか、会社のロゴとかもがっつり入っていて、完全特定されてるわけなんですよ。そしたら、ホームページとかもその会社のね、ホームページが見えない状況に停止状態になったりだとか、YouTube のコメント欄っていうのが封鎖されて、完全逃亡しているわけなんですよね、会社が。ここのの会社やばすぎだろといいうでで大炎上しててるんで今回その件について、ね 見ていこうかなと思います元光のチャンネルでは時事ニュース系のことを話していきますのでいいねと思ったらぜひチャンネル登録もよろしくお願いしますということでめっちゃ話題になってる投稿がこちらなんですけど今日9月23日ま昨日から16時25分頃夕方に首都高上り4号新宿線でトラブルだって営業ナンバーはこれだぞってま車のナンバーは見えてるぞってで煽り運転を繰り返しトラックで車線を塞ぎ停車通行止め上 ということで、その時の映像が上がっているんですけど、まあ、こっちはちょっとね、小さくて見えづらいかもしれないですけど、前にここ、トラックが止まっていてですね、この後ろの黒い車に、そのトラックの運転手が出てきて、オラーって詰めてるわけなんですよね。ただ、このね、道を2車線塞ぐような形でトラック止めてるんで、後ろで車、渋滞しちゃってるわけなんですよ。大迷惑な状態なんですけど、まあ、ちょっと映像見ていきますね。 これ音はなくてですね、俺もう完全にドアとか、ドアというか窓をね、オラオラーってやってるシーンがあるんですよ。見えづらいね、これ。オラオラーってやったりしてね。めっちゃ叩いてるんですよね、車を。何なんだよ、おめえみたいなことを言って。でも何回も俺、オラって、これ、あのー、ミラーのところにね、腕をかけてんのかなおい、何なんだよみたいなことをなんかずーっと言って、叩いて、 行きまくってるわけなんですよねでその間にこのトラックをさ道のど真ん中に置いてこんなことやってるんですよだから後ろの車も全然進めないんですよねこれがすごい長時間続くんですけど、まあ、この動画だけでも2分続くわけでオラオラっていうのが続いてまだまだ続くんですけどねこれずっとやってんだよ で、しょうがなく、あーもういいわーっていう感じでも諦めて車に戻るわけですね。で、これ、ガツにね、トラックの中に乗って、で、その後出発をするというような形なんですけど、あ出発しようとしたらまだ出てきたね、これで。やばいやばい。もう一回出てきてね、なんか持ってきたのか。 なんか持ってきたのがまた出てきてですね、結局同じことがまた始まるんですよ。またなんか叩いて物を持ってたのかなほらっていう感じでちょっと吹き飛んでるんですけど、その後もずーっとこんな感じで、ほんとね、マジで大迷惑だよね。 後ろの車も大迷惑ですし、この人も煽り運転をされていたみたいなんで、まあ、映像にはね、そのあり運転をされていたっていうのは記録されていないんですけど、仮にね、この黒い車が悪いことをしたのかもしれなくても、それでもこれやりすぎだよ、どう考えたって。おかしすぎるよ、しかもトラックこんな感じで止めてるからね、もうむちゃくちゃなんですよね。で、まあ、やっと諦めて、いや、車反対側に向かったね。で、 ちょっと画面には見えなくなっちゃうんですけど、その後、まあ、バイクとかもね、間通ってきて、なんだなんだこれみたいになってて、オラオラって、まだそれでもね、殴り飛ばしてるんですよ、車を。いや、やばすぎだろ、これって。 で、最終的にトラックを、えー、乗って戻していくという流れなんですけど、このね、映像だけでも2分間止まってるんですよね、首都高が。まあ、ものすごいいろんな人に迷惑をかけてる状態なんですけど、それでね、さらに補足説明されててね、車外で暴れているトラック運転手は何キロも手前から、前を走る車すべてに私も煽られましたと、車間ベタ付けで危険運転を繰り返していた、動画で被害に遭っている車はレンタカーでしたと、 ということでもうこでの、ね、動画を撮影している人もですね煽られていたみたいなんですよね。 まあこの撮影者の言い分としては、もうシンプルにトラック運転手がやばいやつだったみたいなことが言われていて、で、さらにここからなんですが、あおり運転該当車両ということで、動画内のこの写真が上げられてるんで、トラックの書かれているロゴがね、はっきり写っちゃってるわけなんですよね。まあなので、ネットでは特定作業が進んでですね、どの会社なんだっていうのがね、速攻でバレるんですよ。まあ、特定しようとしなくても、普通にこのロゴ見たら、文字書いてるんでねで。 そうなると、ここの会社だということは、IB トランスポート株式会社だなということがばれちゃうわけなんですよね。で、今、そこにね、ここ、リンクをね、クリックしたらですね、 現在、そのページは開けませんって出るんですよ。ホームページを削除したのか、それとも繋がらないだけなのか、見えない状態になってるんですよね。まあ、ただ、YouTube の方のね、動画を見るとね、これ IB グループっていうね、その会社の YouTube の動画のところは、コメント欄がオフになっていて、まあ、どう考えても逃げてるという状態になってるんですよね。まあ、そして、ちょっとこれ収録中に更新されてたんですけど、えー、こんな感じでね、あの謝罪文っていうのも YouTube チャンネルの方で出てるんですよね。 まあここはちょっと文字がちっちゃいんでこちら概要欄にも同じこと書いてるんで見ていこうと思うんですけどこれねほんと10分前に上がっててですね9月23日に発生した弊社従業員の運転する車両による危険な運転について大変お騒がせしておりますこの度は恐怖と危険を感じさせてしまいました被害者の方へ改めてお詫び申し上げますまた皆様にも恐怖感と不快な思いを与えてしまったことを深く反省し心よりお詫び申し上げますとまあとにかくごめんなさいっていうのを いろいろ書いててまた現在弊社ホームページがサーバーダウンしているためこのような形でのお詫びとなりましたことを重ねてお詫び申し上げますということでまあこれ故意にホームページを止めてんのかシンプルにアクセス集中してサーバーダウンしてんのかは分かんないですけどまあこういう形になっちゃったみたいなんですよねまあそれでも謝罪部にさコメント欄オフになってる時点でまあネットの中ではこれは逃亡してるとか逃げてるって思われてもおかしくないですよねまあよく会社のロゴ 車であんななことやるるって車用車でやばすぎるでしょで、すぎしょまあいろんな人も言われてるんですけど周囲への迷惑も危険性も考えず首都高でトラック止めて後続車も止めさせて踊り開始と踊りね、えー、会社の看板もしっかりぶら下げていて会社特定も終了してるぞーってさらにテレビ局も YouTuber も嗅ぎつけて全国デビューはほぼ確定だーっていうことで、まあ、さっきの映像に各テレビ局からこんなね、えー、リプライが返ってきてるんですよ突然のご連絡失礼 いたしますってテレビ朝日のグッドモーニングです煽り運転についてさっきの投稿した人ねシャケ様の投稿の話を伺いたくご連絡いたしましたっていうことでもうテレビ局がみんなその映像のことでいろいろ聞きたいんだっていうので殺到してるんですよねあとはドラレコのね YouTuber だとかそういうのも来てですねもう完全に特定されて全国デビューが確定だこの会社ってでお名前と年齢と前科等が気になるところですねって、まあ、会社ものとももう逃げられねえぞっていうような 状況になってるんですよねで他にも IB トランスポート会社はホームページ閉鎖してるし YouTube のコメ欄も閉鎖して Google の口コミも評価悪いの消してるのやばすぎねえかーっていうことがね言われてるんですよね、まあ、口コミに関しては前後関係とかは元光の方では確認できなかったんで消してるかどうかわかんないですけどこの人はこういう風に言われててもうすでに Google のところの名称っていうのも嫌がらせで変えられてるんですよね流行りの煽り運送だとかまあ嫌がらせは絶対的に良くない ですけどまあ、かなりひどいことをしちゃってるんでね運転手さんがまあ、とにかく口コミも荒らされるというような状況になってるんですよねまあ、物流の人たちが大変な仕事をしてくれてて元光や多くの人たちの生活を支えてくれてるというのはみんな知ってることですけどただあれはやっちゃいけねえだろうってどう考えたっておかしすぎるよ 道の真ん中にトラック止めて封鎖してさあんなことをね何分もやってるってやばすぎるからねまあとにかく特定もされてテレビ局からもね報道されるようなそんな流れで完全就労なんじゃないかって言われてるわけなんですよねまあ会社も本人もねということでネットの意見も見ていこうと思うんですけど首都高で道を塞ぎ一般社への破壊行為こんな会社との取引は中止すべきだぞってこんな会社と取引してるのどこなんだっていうことでもし取引 してるとこはやめたた方ががいいいぞーっててうことが言われてたりだとか他にもこちらとかでもしかしたらその黒い車が悪かったのかもしれないがということでまあオラオラーって言ってる黒い車が悪かった可能性はあるとまあこの映像にないからねでもそれでもねこれは完全にトラックのうんちゃんあんたが悪いわっていやそうだよまあ仮に煽られ運転みたいなことをしてたかもしれないけどそれでもここまでやるのは明らかにトラックのうんちゃんやべえって言われてるんですよね今は 運転は厳しいよ出頭しといた方がいいよ!」っていう風にね言われてたりだとか「往来妨害罪だぞ!」って会社に家宅捜査入るからなーっていう風にね言われてたりだとか「もうこれ普通にアウトだからね」ってね運送会社が特定班によって特定されたわけだが IB トランスポート株式会社現在 Web は見られないこの YouTube でいいこと言ってるけど運転手への負担が多すぎて結局こういう運転手が増えているのではないかーということで、まあ、会社の体制にも問題がある という,ふうに、ね、指摘されたりもしてますとか他にはこうした煽り運転でトラブった末に後続車が突っ込んできて大惨事になった透明高速夫婦死亡事故があったからトラックが高速道2車線塞いでおいこらするなんて頭おかしいわってましてや会社の看板背負っているからこうした行為すると大手運輸会社から仕事来なくなりますよマジでっていうことでいやーねほんと会社の看板背負ってるって。 いいう自覚ないのかなっって元光は思っちゃいますけどね、まあ、仮に腹立つこことあってもこれは、ししないでしょ他には IB グループかーってよく見るなって、あ、そうなんだ。ちょっと元光の周りは知らなくて、首都高の負債で切れまくるとか、もう免許取り消しじゃろうっていうふうに、普通に考えてやってることやべえぞというふうに言われてたり、この会社のトラック、IB グループ、よく見かけるけど、物流止める系の物流会社なのかっていうことで、物流会社 くせに物流止めんなよみたいなねいう風に言われてたり、進の妨害で逮捕できるじゃんこれって、もうどう考えてもアウト案件だぜっていう風に言われてたり、他にはこいつのせいで止められている、ドライバー全員が一斉にクラクション鳴らしてやればいいじゃんって、そしてトラックの運営会社に全員で電話してクレーム入れてやれって、ドライブレコーダーにも録画されているだろうから逃げられないわらーっていうことで、まあ、これだけ車いたら、どれかのドライブレコーダーにはもう一部始終が映ってそうです からね迷惑受けた人はみんなで抗議しようぜみたいなことも言われてたりします。ということで今回はあまりにもやばい煽り運転のトラック運転手さん車用車が特定されて会社ごと完全終了状態になってしまうというようなそんなお話でした。皆さんの意見もね是非お聞かせいただけたらなと思いますモドミズのチャンネルでは時事ニュース系のことを話していきますのでいいねと思ったら是非チャンネル登録もよろしくお願いします。本日もご視聴ありがとうございました。